長崎地検に新しい検事生が着任しました。一月二十五日付で長崎地方検察庁のトップ検事生に着任したのは石川県出身の六十歳金山陽一検事生です。東京や広島、名古屋などの検事や千葉地検交通部長、公安調査庁総務部総務課長などを経て長崎地検の検事生につきました。 適切な刑罰権の行使という検察の使命を果たし安全、安心な社会の実現に寄与し県民の皆様の期待に応えたいと考えております。金山県事政は全国的に増加する特殊詐欺については犯罪者や犯罪組織も用意周到になってきているそれらを上回る手法を使って捜査していくことが重要と話しました。 能登半島地震でふるさとの石川県が被災したことについては被災地は悲惨になっている、全国から多くの支援があることに感謝したいと述べました。